こちらのカニ身ですわ。カニ身ね、すごいボリューミーやで。これカニの身すごいあるやん。いただきます。カニ身、うまっ。カニ美味しいな。うん、最高や。もうね、ちょっとこういうもの食べながらチビチビ飲む酒ってもういいよね。間違いないですわ。山寺です。今日は、京橋に来てます。今からですね、マルトクさん、もう3軒目ですよ。結構ベロベロですけど、今からマルトクさんで食べ飲みしたいと思います。でも俺よりたまに先にベロベロになってる人がおったら、はい、今日はですねマルトクさんに来ました。朝飲みのマルトクですわ。ここは朝8時からやってるのかな。はい、ということで山寺はね、芋の焼酎で水割りで乾杯したいと思います。皆さんお疲れ様です。乾杯。やっぱりね、3軒目ですから、八五岳3軒目になると結構酔っ払ってんのと、もう効きますね。1杯目からもう芋の水割り飲むぐらいですけども、聞いてるわこれ、やばいな。うん、ここおすすめなんですよ、あてがうまいね。はい、こちらですね、タケノコですわ。旬ですよね、まあ、旬ですよ言っても今ね、来てるのが5月なんですけど、まあまあ、動画アップするのは6月になってると思いますけど、これ8区かな。これ美味しいやつやんか。しかも若竹になってるわ。土佐煮ともいうか、カツオも入ってるしね、わかめも入ってるんですよ。両方やね。いただきます。タケノコ、うん、うまっ。あ、味付けがいいわこれ。うん、歯触りもええし、焼酎に合うやつやんか。またここの焼酎ね、ちょっと濃いめなんですよ。ちょっと濃いめでこのうまさ、ちょっと違うかな。なんかよく聞いたことありますねこれね。うん、美味しいわ。うん、最高。山寺、こちらホタルイカ。もうね、ホタルイカはね、おそらく今年最後ぐらいちゃうかなと思うんですよ。これホタルイカ身がね、今年のホタルイカはね、豊漁ですわ。プルプル。酢味噌と醤油どちらかって言うたらね、私はもう酢味噌はちょっと苦手なんで醤油にしましたよ。これね、身が詰まってプルプルや。あ、うまっ。中の綿の部分がうまっ。なんか甘みと旨み感じる。苦味もあるけど、苦味よりか甘みを感じるわ。中のまたうまいわこれ。あ、今年のホタルイカめっちゃうまいわ。焼酎合うわ。焼酎との相性抜群やねこれ。うん、このタケノコめっちゃ美味しいわ。柔らかくてね、だしがいいわ。うん、あ、うまっ。マルトブさん、あてもうまいし、お酒も美味しいし、言うことないな。雰囲気もいいし、
たるかうまいな。こちらのカニ身ですわ。カニ身ね、すごいボリューミーやで。これカニの身すごいあるやん。いただきます。カニ身うまっ。カニ美味しいな。うん、最高や。もうね、ちょっとこういうもん食べながらちびちび飲む酒ってもういいよね。間違いないですわ。あのサンバイズの加減がちょうどよくて、カニのこのふわっとした食感とね、カニの旨味が出てますわ。焼酎と合いますよこれ。もう美味しいね。こちらはね、丸徳さんほんまにね、料理がね凝ってるんですよ。型も凝ってますけどね。型も凝ってるけど料理も凝ってる。でホタルイカな、旬やわ。タケノコ、うまっ。若竹煮にしてるし、若竹煮でもあり、土佐煮でもあり、これ。うまっ。煮込んでる出汁もちょっといただきますわ。あ、うまいわ。絶妙なね、これ塩加減。お酒に合うわ。はい、こちらですね、2杯目の焼酎ですわ。酔ってますよ。だって3軒目やもん。ちゅうか3軒目でまだ11時になってませんよ、朝の。うまい。カニ身も美味しいしね。これどうしよう、ちょっと贅沢やこれ。もう海鮮三昧やな。でホタルイカ、カニズうまいな。ああ、やっぱこういうもんとお酒ってめちゃくちゃ合いますよね。なんぼでもお酒飲むわ、飲める、飲むわって飲めるっていうね。飲みたい。もうこれカニがね、ほんまに。最高やな。っていうかさ。朝飲み、昼飲み、最高です。はい、今ですね、丸徳さんで飲んできましたけど、もう今ではベロベロですわ。結構酔ってて、なんかここでもうね、食べ飲み、美味しいあてをもう食べながら飲めたということでね、もうホタルイカも美味しかったし、いろんなもの食べました。酔ってます。もう最高でした。
いつも山寺の YouTube を見ているリスナーの方々、本当にありがとうございます。よろしければチャンネル登録とグッドボタンいただくと頭励みになりますので、よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。ではでは。